はい、こんにちは。日本改革党靴沢です、コラボ問題総理に到達と、総理案件になったということですね。再調査結果など踏まえて必要な対応を行いたい。1月27日参院にて、ということで、まあ、相変わらずはっきりしたこと言いませんけれども、2月28日のですね、帳簿再提出、合理的な説明がつくように、帳簿を提出しなさい、領収書も添えてみたいなですね、コラボの、それをですね、再調査してどういう結論が出るか見て必要な対応を行いたいということだと思うんですけれども、ネットの反応です。ついに総理が言及する案件まで行ったか。これはちゃんと調査してほしい。なんだかんだ言ってスルーしそう。岸田さん当てになんないからね。なんだかポーっとしてて、会計監査員が動くから、会計検査員が動くからスルーはできない。ゆり子なんか言えよ。今日に及んでもだんまりしてるみたいですよ。福祉保健局爆破するって昨日、言ってたみたいですけれども、ゆり子と都はコラボが黒だと自分たちにも非があるから逃げる気だろう。チェックしきれないなら補助金制度なんかやめちまえ。正確に言うと補助金事業じゃなくて委託事業ですか。都がやるべき事業をコラボに下請けに出してるっていう、全然ね、性格が違うもんですね。事務所の家宅捜索が必要では、そうなっかもしんないですね、場合によってはね。男女共同参画9兆円は東京五輪以上の無駄遣いと、都知事も都もスルーしてるコラボ問題がですね、総理に届いてまずはめでたいんですけど、必要な対応を行いたいって願望なのか、必要な対応を行うじゃないのか、こういうとこににじみ出るですね、責任取りたくないっていう感情、なかったことにしそうっていう意見が3割ぐらいありました。普段のらりくらりで信用がない、ですね、岸田総理はね。総理の取り柄はですね、岸田総理の取り柄は騒げば面倒になって方針を撤回する公家体質と、今までも何度かありました。撤回したり方針変えたり面倒くさくなって騒いだら、撤回する場合はですね、まあ、大臣や官僚を責任をかぶせて更迭するっていうおまけ付き、なので我々がやることはもっと騒ぐことですかね。なんだかやる気なさそう、行いたいなつってやる気なさそうだから、そうはいかねえっつって元さん、新聞赤旗、コラボのデマ拡散や誹謗中傷は女性支援への攻撃だーなんつって主語をクソでかくしてですね、言ってましたけれども、あうんの呼吸でコラボ、デマ拡散や誹謗中傷を訴えまくるためカンパお願いします。口座に1億円以上あるはずなのになんでというのは私の感想なんですけど、ネットの反応です。これひまそらさんの感想ね。意味不明な領収書や領収書なしの申請などの不正会計で再調査食らってる団体がカンパ募るの笑っちゃうでしょ。カンパ、正確に言うと、まあ不当会計とは言われてるんですけど、不正だとはまだ言われてないですね。まだ言われてないですね。カンパが都遠隔地の高級ホテル、沖縄だろうなこれね、高級レストラン、毎年の夏冬イマジナリータイヤ交換、辺野古座り込み、韓国の北朝鮮スパイ団体への寄付に使われないって誰が保証してくれるわけ。以下一般人の感想であります。まあひまそらさんが一般人でないって意味ではないんですけれども、厚かましいにも程がある。社団法人が裁判費用カンパは草、自分たちで金を出すつもりはないと古事記、不正を疑われてる団体がカンパ募るって躊躇した後期はどこに、絶対に自腹は切らないぞという強い意志の表れ自業自得で追い込まれて自分らで裁判を起こして被害者面とは、共産党に助けてもらえばという意見もありましたね。こんなに集まりましたって発表はまあないでしょうね。なぜなら税務署に目つけるからね。ひまさんは額公表してるし全員に領収書を出すって言ってますけれども、コラボはどうかね。本事業の
領収書も出さない、見せないとこですしね。休眠預金、活動基金、活用基金、休眠預金、活用基金、これ600億ぐらいあるんです。シェルター建設費として1億円、その他諸々の公金中中で、口座に1億円以上はあるだろうって言われてて、弁護士7人の大弁護団を抱えるほど、視力に余裕あるはずなのに、追い寄付、追い募金、求めるとはおかしいですな。小池都知事のあの福祉保健局爆破&証拠隠滅の荒技見てですね、コラボもですね、トカゲの尻尾切りされるんじゃないかっていう予感がして、1円でも多く逃亡資金を集めときたいってことなんですかね。私にはそう思えるんですけど、戦うふりして団体爆破、コラボ爆破&幹部逃亡が、あのナポリタンに振ったチーズのように濃厚になってまいりました。これは濃厚になるね、味が。裁判のため、目的を明示して寄付を募ったからにはですね、目的外使用すると寄付者に詐欺罪でですね、刑事告発されるだが、分かってんだろうか。これあの何々ちゃんの心臓手術のためなんつって、アメリカに行かないとできねえからみたいな、僕やつもやってますけど、その手術以外とか、そのアメリカ行く飛行機代とか、それ以外に使ったら詐欺だからな、別な誓い方してるなんて言ったらね。どうせ弁護士が出した領収書とかもう見せないでしょうね。裁判にいくらかかりました、言わないでしょうね。確認しようがないですね。裁判のための他にですね、女性支援事業のため、本業のための寄付も募ってんですけど、口座別にしないでですね、区別できるんだろうか。これ共産党、千葉の共産党支部がやってた、震災のための、寄付をお願いしますって集めてたのがですね、そこの支部の口座で、で、ちっちゃくですね、他の共産党支部のために使わせていただきます。その被災地の共産党の支部に寄付しますって、ちっこく書いてあってですね、なんだよそれっていうのは何もありましたけれどもね。日本改革党は随時政治活動資金をご支援を募集しております。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご支援ページに、飛んでください。とぶっこんだところでこれは全くの私の私利私欲じゃなくて、日本改革党にもご支援お願いしますというお願いですね。1月25日 NHK 前田会長退任、任期満了。後任はですね、日銀出身の稲葉信夫72歳。コンテンツの質や量が落ちることはあってはならない。経営改革の本丸として取り組んでいきたい。エンターテイメントでも世界に通じる質の高い番組を心がけたい。そこじゃないんだよなーと私の中で話題になっておりました。ネットの話、別に世界に通じなくてもいいのでは。世界中から受信料取んの。世界にご情報をばらまくの間違いでは。閉局お願いします。いりません、潰れてください。スクランブルにして見る人だけ払えばいい。公共放送にエンタメはいらないのでは、いう意見。質が落ちてやらない。今の番組は高品質だとでも言いたいんでしょうか、それ誤解ですよね。なんか紅白も日韓歌合戦みたいになっちゃってね。そんなに売り物、自分の番組に自信あんだったら、スクランブルにして世に問えば、どのぐらいですか私らの番組です。世に問えばいいんじゃないの。世界に通用するって、外国からは徴収しないんだから、世界に通じる必要ないんじゃないか。払ってない外国人のために番組作るっていうのが、そんなのね、本末転倒じゃないですか。72歳かって、ネットでどんだけ評判悪いか分かってないんでしょうね、きっとね。NHK がネットでどんなに、評判悪いか。日銀出身って全然別の畑だしね。そういえば前田会長もみずほ銀行出身でしたけれども、金融畑の会長は騙しやすいっていうですね、のが出来上がってんのかな。 NHK の最高意思決定機関は経営委員会なんですけれども、議会みたいなもんでして、月2回
開催されております。会長1、副会長2、プラス9名の理事、これ職員です。部長とか、そういう連中、VS、外部から来てる12人の委員で構成されていまして、まあ、理事がですね、こうします、ああします、こうします、ああします。ってことを説明してですね、委員が突っ込み入れる形式になっております。議会みたいですね、地方の。地方の議会。国会はまた違うんですけれども、議事録では、議事録見ると、なかなか委員は厳しい質問もしてるな、思うこともあるんですけれども、NHK が全然スクランブルになりそうもないのはですね、12人の委員を会長以下執行部がうまーく騙せてるってことでしょうね。放送法15条、あまねく全国にそぐわないとかなんとか言ってね。というわけで NHK スクランブルでも開催いたします。2月12日にやります。正式告知は、明日から、警視庁での手続き明日やってまいりますんで、手続き済んでないうちに告知すると、警視庁が嫌がりますんで、いや何がかわかんないんで、中止になっちゃうかもしれないんで、告知は手続き済んでからしてください。その代わり手続き済んだら、警察の方ではなんでかんでやらせる。雪が降ろうが槍が降ろうが、やらせたがる。という、融通聞かないとこはあるんですけども、何とぞよろしくご参集ください。NHK は NHK スクランブルでも、すごーく嫌がってるそうであります。あとスクランブル放送っていう言葉が世間に知れ渡ることを非常に恐れていると、信頼できる筋から聞いております。日経記事、原発稼働数と平均家庭電気料金の関連相関ってやつですね。沖電15,000円、ゼロ。原発ゼロ。東電9,917円、ゼロ。北海道北電9,899円、ゼロ。東北電力9,462円、ゼロ。中国電力ですね、8,605円、ゼロ。四国電力8,300円、一気稼働。北陸7,488円、なし。中部電力7,369円、なし。関西電力5,677円、5基稼働。九州電力5,526円、4基稼働ということで、これ原発動かしてる方が安いっていうのは明らかですよね。四国が一気動かしてるのに割と高めなのは、場所的な理由もあるんだろうか。場所が、なんつうのかな。送電しにくい ところがいっぱいあるとか、まあ、そういうのがあるんだろうか。ネットの話、関西に引っ越したい。原発反対派は庶民の敵。反対派が耐えられなくなるまで値上げ続ける。これもいいな。俺らも高い電気代払うの嫌ですけど、原発反対派に嫌がらせする、ためにそのぐらいは容認してもいいような気がしてきた。他県に原発を置いて規制してるやつほど文句言うんだよ。原発に反対するなら電気使うな。反原発と反マイナンバーと安倍側が同じ連中なんだよな。要するにパヨってことですね。値上がり分を反対派に負担させたいと。それではこちらをご覧ください。これ京都かなんかでやった集会みたいなんですけど、横断幕の文字、電気料金値上げ反対、だから脱原発。逆だよね。電気料金下げろ、原発いっぱい動かせ、が正解なんですけど、だから、じゃねえよ、だからって。で、爆笑してしまいました。どんな洗脳されたら、ここまで狂えるんだろう、人って。謎ですね。こいつら、庶民と産業の敵ですよね。電気代高いところに工場建たねえもん。こいつらの家だけ、電気代10倍にしてもらいたいんですけど、こいつらの家だけ。で、普通の人は、下げてもらいたいんですけど、その分ね。泉健太。代表質問、先制攻撃は国際法違反って言っちゃってですね、勇敢富士山、皆さんどう思われますか？アンケート調査を実施、結果、国際法違反ではない、95.4% と、ネットの話、泉って本当にバカだな。
バカ議員が国会で自爆。そんなんだから世間から見捨てられたんだよ。自民をアシストしているとしか思えん。なんでこんな奴らが野党第一党なんだ。国民の敵ってことだよな。球場バリアじゃ合同から身を守れないよ。泉は目が何かやばいよな。割とお目目パッチリですよね。あいつの顔見てると腹話術の人間を見てたなって毎回思うんですけれども、立憲は真面目に代表を変えた方が良くないか。これは泉に対する事実ハラスメント。大体ね、パヨの人らは事実を突きつけるとハラスメントになっちゃうんですけれども、こうなると分かってて調査した夕刊富士山もなかなか意地悪やな、もっとやる、頑張れ泉、事実に負けるな、お前は洗脳済みのバカになった支持者だけ見てればいいんだよ。 4.6% もいるんだからさ、まあまあ95% に嫌われても残りに支持されれば議員でいられるっていうですね、困ったもんだなと思っております。というわけでメール党員さん大募集中であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてですね、そちらからご登録ください。メールマガジン、ご購読で、日本改革党ご支援よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。